プレジールは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏の都市。プレジールは、パリの郊外にあり、ポルト・ドー・トゥイユより、約30マイル、ベルサイユの西13キロメートル、ベルサイユ平野にある。コミューン面積の半分は、森林と農地である。コミューンはいくつかの定住地に構成されて広がっている。プレジール上、プレジール病院コミューンの名は、ラテン語で喜びを意味する、プレッショム。 または強固な土地を意味するプレシショムに由来する。8世紀発祥の修道院、13世紀半ばに建てられたサンピエール教会がある。封建時代のプレジールはノーフルルシャ東団尺領であった。フランスはダングレームとクロードド・フランスが結婚した際、プレジールは王領となった。1537年、フランスは一世は愛称エタンプ公爵夫人にノーフィルル。 シャトー団尺領を与えた。最後のプレジール領主は、ルイ16世の警護隊長、ルイド・コッセブリサックであった。18世紀後半、ラ・ブレテ・シェユ、ラ・ボワシエール、ルビ・ウィッソン、ラ・シェヌ、ルビ・ラージュ、レプティプレ、そしてレ・ガティヌの7つの村にはおよそ1000人が暮らしていた。プレジールの村の中心には2つの小川が交差していた。 1862年に鉄道がプレジールに敷かれた。また、修道所が介護を行う精神病院が置かれた。小さな農村だったプレジールは20世紀半ばには精神病院の入所者を加えて人口が2倍になっていた。1960年代からニュータウン建設が始まり、サンイコール簡単ンンイコールアンイブリのコナベーションが形成された。 2000年以降も顕著な都市化が進んでいる。プレジールには工業、商業エリアが6カ所あり、およそ1225社がある。代表的なのはイケアフランスである。ありがとうございます。